どうも、こんにちは、弁当です。電流の基本、丸1やっていきます。はい、ということで、電流の定義からいきましょう。1秒間に流れる電気量のことを電流と言います。電気量といえばクーロン。じゃあ、距離、1秒間の場合、これってのはメーター毎秒っていうふうに言って、速さとか速度を示しましたね。そうすると、これメーター毎秒っていうのと同じノリで、クーロン毎秒になるんですよ。クーロン毎秒で、クーロンパーセカンドって感じですね。これを電流と言います。なんですけど、アンペアとも示す。これ中学でやりましたね。なので、とにかく電流っていう風に言われたら、1秒間に流れる電気量、単位という風に言われたら、クーロンパーセカンドかアンペアを書くようにしてください。はい。じゃあ、もし5秒間で1000クーロン流れたら、電流ってなんぼでしょうね。定義を思い出してください。1秒間に流れる電気量が電流でした。なので、200クーロンパーセカンド、もしくは200アンペアっていう風に答えてください。これ1000割る5をしたのね。いいでしょうか。じゃあ、電流の大きさ、I アンペアは、t 秒間に9クーロン流れたとすると、こういう風に示されます。要するに、9クーロンが t 秒間で流れたんですね。じゃあ、帯グラフ書いてみましょう。t 秒間で流れた電気量を9クーロンっていう風にしてやったんですね。じゃあ、これを t 分割、ごめんなさい、ごめんなさい。t 分割すれば、ね。t 分割すれば、点点点点、t 分割すれば、1秒あたりの、電気量がね、求まりますね。1秒あたりの電気量が求まります。なので、q÷t っていう感じになるんですね。q÷t っていう感じになります。で、これっていうのは、全くこれと同じ発想です。ね。変異ってか、移動距離割る時間ってやったら、これ速さ出るじゃん。そういうふうに電流ってのを見てるんです。まあ、だから電流ってのは速さみたいなもんで思ってもいいですよ。ね。じゃあちょっと回路で見てみましょう。ね、こういうふうに繊維の電荷が流れます。で、繊維の電荷ってなんじゃらほいって思うんですけど、これ、陽子ではありません。ね。繊維の電荷イコール陽子ではないんですよ。あくまでも電流の正体は電子でした。なので、一旦ちょっと鵜呑みにしてください。陽子ではない何かしらが繊維の電荷として流れるよとね。じゃあ、例えばこの点に注目してください。じゃあ、この点を A としましょう。じゃあ、点 A において10秒間で5000クーロンの電荷が通ったとします。そうすると、電流っていうのが点 A における電流ねっていうのは、1秒間で500クーロンですから、500クーロンパーセカンド流れてますね。500アンペアって答えでも OK です。じゃあ、ここ、点 B ですね。点 B、どんだけ流れますかとね。5秒間で何クーロンの電荷が通るでしょう。実はこれね、電荷っていうのは、A で流れる電荷と B で流れる電荷、1秒あたり実は変わらないんですね。だってさ、例えばマラソンランナーが等間隔で並んでるとしましょう。マラソンランナーがね。まあ、本当はマラソンって勝負なんで、等間隔に並んでるわけないんですけど、じゃあ、こうやってバーって並んでて、全員が同じ速度で右に進んでるとしましょう。で、電流っていう風なのは、こういう現象が起きてます。それぞれの電荷が同じ速さで、同じ方向に、同じ間隔を保ちながら、こうやって動いてるって解釈してください。もちろんこれは平均的な話です。いっぱい電荷があるから、そういう風に見立ててもいいのね。まあ、よくわかんない人は、こういうもんやと思って、電流が。そうすると、こういう現象が、もしね、この回路全体で起きてたとすると、地点 A で流れている、その人間の数ですね。じゃあ、10分間で、ここに、ね、10分間で100人、ここね、通ったとしましょう。そしたら B の地点で2分間計測します。そうするとさ、これ比率同じじゃない？ね、だって等間隔で同じ速さでブーって回ってるんで、10分間で100人なんやったら、これ1分間で10人でしょう。だから、20人。通るよね。B で。そういう風に解釈してほしいんですよ。で、電流も同じ。そうすると、500クーロンパーセカンドっていう、この情報を使って、これ1秒あたりでしょ ?1 秒あたり500流れるんですよ。ということは、5秒間やったら、ね、掛け算して、2500。これが回答ですよね。わかんなかった人はちょっと巻き戻してください。はい。じゃあね、次、ここです。点 C 見ましょう。点 C ね。点 C っていう風なのは、ね、何クーロンパーセカンドですか。これどこでも電流変わらんのっすよ。ね。A の電流も、B の電流も、C の電流も変わりません。なので、結局、電気量クーロンっていう風なのは、ね、通る電荷の数のようなもんやと思ってください。だから、A で通る電荷の数と、B で通る電荷の数って、同じじゃないと気持ち悪いよね。さっきのマラソンランナーの例で言うと、C もそうです。同じ電荷の数じゃないと、おかしいよね。だから、この点 C においても、何クーロンパーセカンドですかって言われたら、ね、さっきと同じように500クーロンパーセカンドってのが電流なんです。再度確認ですが、500クーロンパーセカンドっていうのは、ごめんなさい。セカンドっていうのは、これ500アンペアって答えても正解なんでね。まあ、むしろこっちの方がよく使われます。よろしいでしょうか。じゃあね、こういう風な現象が起きてたんですけど、繊維の電荷ってなんじゃらほいって思いますよね。で、実際、繊維の電荷と逆に、こういう向きに、電子が流れてるよと。これ中学でやってるので、ちょっと中学でやったもんやっていう風に鵜呑みにしてください。繊維の電荷って呼ばれるような電流っていうのは、こうやって左側にね、うわ、なんじゃ、左側に流れてるんですよ。ね。で、電子っていう風なのはね、こうやって右側に流れてるんです。この電池の記号の短い方から電子っていうのが流れるんですよ。そうすると、今、いいかい？右から左に電子流れてるね。ぐにゅ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 って電子流れてるんで、こういう風にいっぱい書いた。ね。集合体恐怖症の方ごめんなさい。そうすると、じゃあここに、ちょっと仮想的に、
観測地点を設けます。あ、そもそもこれ何かわかる？動線を拡大してます。ここだけ、やたらめったらズームインしました。ここだけめっちゃ拡大してますね。だから、本当はここと、だからここの断面積 S と、ここの断面積 S 同じね。ここの断面積 S と、ここの断面積 S 同じね。拡大してるだけよ。ね。拡大してるだけです。で、そしたらここに仮想的に観測地点っていうのを設けますね。どこで測っても電流っていうのは一緒でしょ？点 A で測っても、点 B で測っても、点 C で測っても、クーロンパーセカンドって一緒だったよね。じゃあ、観測地点ここに設けます。ね。で、ここを通る電気量を数えるんです。1秒間で。そうするとね、平均の速さを V としようや。ね。全員同じ速さで動いてますよ。と。さっき言ったのと同じね。平均の速さ V とします。じゃあ、ここの断面積を、じゃあさっきと同じように S としましょうか。ここまでいいですか？ S と V を置きました。S と V を置きました。じゃあな、ここにおるやつはな、もう楽勝や。つって、1秒間で、絶対ここに到達するじゃないですか。だから、こいつは絶対、この S という断面積を通ります。こいつもそう。まあ、こいつはね、スライディングセーフみたいな感じで思いましょう。あ、ギリギリいけたわってね。だから、用意ドンっていう風に言われた後に、1秒間で釣ってるんですけども、こいつは 0.9 秒後にこの S を通ったみたいな。向かいよ。こいつは 0.9 秒後にこの S を通った。結構ギリギリ、スライディングセーフって感じですね。じゃあ、こいつどうやろ？こいついけるかな？いけんかな？わからんな。こいつはいけるかもしれんけど、こいつはギリギリいけんみたいな。ありえそうですよね。なんで、観測地点から V メートルバックした場所を考えます。はい。V メートルバックした場所を考えます。はい。ということで、ここにも断面積 S を仮想的に設けます。これ何がいいかっていうとね、平均の速さ V じゃん。だから、このオレンジ色の断面積、すなわち、観測地点から V メーターバックした場所に重なってる電子、例えばこいつね、ちょっと見えるかな。ここに重なってる電子ですね。このオレンジの断面積に重なってる電子はギリギリ、本当にね、1秒ジャストでここにたどり着くことができるんです。めっちゃギリギリね。じゃあ、さっきの、こいつ、ちょっとはみ出してますよね。ちょっと僕の絵が下手くそなんで何とも言えないですけど、これはね、オレンジ色よりもちょっと右って思ってください。オレンジ色よりちょっと右。そしたら、こいつが、ね、この青い断面積を通るタイミングっていうのは、1.01 秒後とかなんですよ。で、そしたらこいつアウトでしょ？だからこいつは観測されないんですよ。観測地点っていう風なのは1秒間のタイムリミットで数えてます。じゃないと電流わかんないからね。だって1秒間で流れる電気量なんだもん。だからこのオレンジよりもちょっと右になった瞬間アウトですからこいつ。だからこいつはカウントしない。すなわち、この赤い四角で囲ったこの空間に今存在している電子の数数えたらよくないですか？っていうかもうここだけ考えればよくないですか？すなわち、面積 S、長さ V なんで VS 立方メーターの空間だけ見てやればいいじゃないですか。いいですか？ということで、はい。電子一つの電気量を E クーロンとします。ちょっと情報量多くなってきたんですけど、ここね、S ね。で、平均の速さ V ね。で、一つの電気量を E クーロンね。電子一つが持ってる電気量を E クーロン。まあ、電気量ってなんかって言うとビリビリ度合いですよ。だから、電子一つには、まあ、質量っていうどっしり度合いがあって、もう一つ別な物理量ね。ビリビリ度合いっていうのがあるんですよ。で、そのビリビリ度合いっていうのが電気量だと思って。だから、電子2つやったら 2E ね。2E ビリビリ。電子 3個やったら 3E ビリビリ。100個やったら 100E ビリビリですよ。で、それから1立方メーターに含まれる電子の量を、じゃあ仮に N 個としましょう。まあ、密度みたいなものですね。密度みたいなものを N 個ってします。ちょっと情報量多くなってきたんで、必要な変数をね、ここで紹介しておきます。語呂合わせ。ネブス。ね。NEVS。ネブスでしょ。必要な変数は基本的にこの問題に関してはネブスにありますから。ネブスっていう呪文を覚えておきましょう。そうすると、N ってのが1立方メーターあたりの電子の個数ね。E。で、E ってのが電子一つの電気量。ビリビリ度合い。で、V ってのが電子の速さの平均値ですよ。さっきのマラソンランナーの例を考えてください。全員同じ速さって仮想的に考えたでしょ。要するにもう量が多すぎるんで、いや、本当はまちまちですよ。本当はまちまちですよ。本当はみんな速さ違うんですけれども、もう平均値取らないと、ラチ開かないんで、平均値にさせてください。で、S ってのが動線の断面積ね。ここです。この青いところね。これが S です。そうしますと、この空間には、NVS 個の電子が含まれてるのがわかる。なんでかっていうと、1立方メーターあたりは N 個なんでしょ。で、体積って言ったら VS なんでしょ。体積 VS でしょ。だから、これ1立方メーターあたりじゃなくて、VS 立方メーターあたりやったら、そんだけ倍になるやん。だから NVS 個の電子がこの中にあります。しかも、ね、1個1個のビリビリ度合いが E なんでしょ？ E なんでしょ？だったら、E 倍のね、NVS。NVS 個分のビリビリ君がおるんで、ENVS、クーロンの電荷がここ通りますよと。この観測地点通りますよと。ね、なんで電流ってのは ENVS っていう風になるわけです。ちょっと待った。今、マイナスの電気考えてますね。電子なんで。電流っていうのはプラスの電気です。ここちょっとすり合わせておきましょうか。一応さっきので求まります。マイナスの電気を求めようが、プラスの電気を求めようが、とりあえず絶対値は一緒でしょ。だから、とりあえず電流っていうのは、電子。まあ、電子が電流の正体じゃん。だから、とりあえず電子で求めました。ただ、電流っていうのは、紛れもなく、プラスの電気なわけですよ。てか、プラスの電気っていうふうに定義してるもんね。じゃあどういうことかっていうと、ね、これ、正の電荷じゃん。でもこれ、負の電荷やん。どういうことかっていうことですね。どういうことか。これはね、こういうふうに考えたらいいです。陽子と自由電子があって、電子っていうのは金属中では自由に動けます。なんですけど、陽子っていうのは原子核中にギューって固まってるでしょ。で、陽子っていうのは基本的に動けません。
なので、まあ、自由電子と、まあ、対照的に固定陽子みたいな、ね、固定されてるんです、陽子っていうのは。ただ、ここでは一瞬ね、この部分は電気的に中性と、ついに見ましょう。そうすると自由電子だけ、一人歩きしてピーピーピーって左行くやん。そしたらいつの間にか、陽子、この部分、電気的に陽性になってますよね。で、こういう相対的な話が大事なんですよ。ね。だから例えば、この青い玉をマイナスの電気としましょう。そうすると、今、左側にプラスの電気が5つ集まってるよね。本当はプラスの電気6つなんだけれども、ここは打ち消し合ってるんで、左側にプラスの電気が5つ集まってる。5つ集まり。ね。で、ピーってここ動いてきます。電子が。で、同じように、ここに動く。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 そうすると、ね。こういう風に動いてるときに、ね。そうすると、4つの集まりでプラスの電気。ちょっとプラスの電気が右に寄ってきましたね。さっき全部左に寄ってた。さっき全部左ここに寄ったんやけれども、一つのプラスの電気はここに来ました。で、そうそう、プラスの電気3つに2つより右に来ました。プラスの電気が。で、プラスの電気また右に来ました。プラスの電気右に来ました。右に来ました。っていう感じで、相対的にプラスの電気が右に動いてるのわかる。で、この速さっていうのは、ね、相対速度みたいなニュアンスで持ってほしいんですけど、この電子が V メーター毎秒で動いたとすると、この陽子の動き方っていうのも、V メーター毎秒になるしかなくないですか？この正体が電流なんです。だから一番ちょっと語弊ある説明をしちゃってるんですけども、一旦これで鵜呑みにしてください。電流ってのはこういうもんやと。いうふうに思っていただければ、納得いくと思います。ということで、プラスの電気がうにょ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 って右に行くんです。で、そのうにょうにょうにょって右に行く感じが V メーター毎秒なんですよ。よろしいですか？じゃあ、それではですね、皆さん知ってるオームの法則って話をしていきましょうか。オームの法則は、電流を示す式です。で、電流っていうのが、まあ、高さで示されるんじゃないか。V っていうのはこれ電圧なんですけれども、電気的な高さという意味です。で、一旦ちょっと聞いてほしいんですけど、正の電荷がバーっとね、さっきと同じロジックでいきますよね。じゃあ、そうすると、オームの法則ってこれ気をつけてほしいんですけど、抵抗に対して使う式だと。ね。じゃあ、回路全体で使う式ではないのね。オームの法則っていうのは、この、抵抗一つに使う式なんですよ。いいですか？だから、もし抵抗が二つ、三つあれば、式は三つ立てます。なんでかっていうと、オームの法則は、抵抗一つに対して使う式だからね。だからこそ、合成抵抗っていう形で、この二つの抵抗を一つと見たくて、ね。それで、オームの法則を使うと。まあ、合成抵抗って考えれば、これを一つって解釈するんで、ここにオームの法則をね、適用すればいいんです。一個だけ。なんですけど、基本は、オームの法則は、一つの抵抗に対して一つの式です。で、さっき言ったように、電圧や電位差、ボルトですね。ボルトは、電気的な高さを示してるんです。だから、メーターみたいなもんね。じゃあ、こういう風なちょっと回路図を立体的に書いてみたいと思うんですけど、実際板書していきますね。じゃあ、ちょっとここ、アースとって、これ、ちょっと、わかりにくいね。よいしょ。これ、アースって意味です。0ボルトってしますよと。で、さっき言ったように、ボルトっていうのは高さなんですよ。だから、基準取ってるってだけです。位置エネルギーの基準取るときも、ここ0メートルってやるじゃん。座標取るみたいな感じで。で、それをやってるだけです。アースで。そうすると、じゃあ、ここが高さ0っていう0ボルトっていう風にしてやって、で、これ電池ってさ、高さ上がるんですよ。だって、マイナスプラスやもんね。なんとなくわかりますかね。で、ここからブーっと行くでしょ。で、そうすると、ね、ここまで、電位一緒と。ね。で、ここも、一緒やけど、電圧効果ってのが起きます。抵抗ではね。なんで、ピーって下がるんですよ。ね。で、こっから、ここまでは、ずーっと一緒。で、一緒。という感じで、こういう風な坂道が実はできるんですね。大丈夫ですかね。はい。ということで、めっちゃ簡単に言うと、上向きのスロープ。上向きのスロープが電池です。下向きのスロープが抵抗です。わかるよ。上向きのスロープが電池。下向きのスロープが抵抗です。はい。というので、なんとなく、ここに下向きのスロープがあるでしょ？で、そのスロープの急差加減、そのスロープの高さってのが電圧なんですよ。いいですか？だから、なんだろうな、ここのスロープの高さが高ければ高いほど、傾き急なんで、傾き急っていうことは何か知らんけど、ね、1秒間で通る電気量って大きくなりそうじゃん。いっぱい流れそうじゃないですか？なんで、高ければ高いほどよく流れるっていうんで、I と V は比例するんです。いいですか？で、その比例定数をなんか逆数取っただけですね。比例定数抵抗っていうふうに言いますけど、これ、逆数取っただけです。じゃあ、仮にこれ、両辺を R 倍すると、いいですか？もし、これ、ね、ここの電圧を 100V っていう風にしたときに、まあ、もちろんこれ、上りスロープ、下りスロープ、同じ電位差にあるはずなんで、ここも 100V よ。電池が 100V だったらね。じゃあ、仮に 100V だったとしよう。そうすると、じゃあね、抵抗が100だったら、100 Ω だったら、電流って 1A しか流れないですよ。なんですけど、じゃあ例えば 20Ω とかやったら 5A 流れることができるんですね。これ見てもらったらわかるように、抵抗って何にとっての抵抗なのかと。ね。電流にとっての抵抗なんです。だから、皆さんはですね、抵抗って覚えるんですよ。抵抗はオーム、抵抗はオームって覚えるんですよ。でも抵抗って覚えたら、ラチあかんないです。電流にとっての抵抗、もうこれひとまとめで日本語で覚えちゃってください。電流にとっての抵抗イコール R、単位はオームみたいな感じで。だから、ね、学校でね、発表するときなんかもね、この R は何でしょう？田中くんつって、じゃあ R、電流にとっての抵抗ですってね、答えてください。うん、なんだっていうふうに言われますからね。はい、ということで、電流にとっての抵抗。要するに抵抗っていう表現は、電流にとってのっていう、ね、修飾語が省略されてるんですね。はい、ということで、
電気抵抗の話ね。こういうふうな抵抗があるとしましょう。で、この抵抗っていうのは、まあ、要するに電流の通りにくさですよね。なので、渋滞してるところとなんか考えてもらうと、やっぱなんか、狭い道っていうのは、ゆっくりしか走れないんですよ。というのは、陽子が邪魔してくるんで。ね。ここにおる陽子が邪魔してくるんで、まあ、やけど、こんだけ細かったらもう陽子の邪魔も激しいでしょ。こういうふうに電流が通ろうとしても、電流にとっては陽子が邪魔っていう風になるわけですよ。しかも電気的な反発もあるんでね。なかなか流れないんです。だって陽子って固定されてるからね。で、なんですけど、そうですね。こうやって、ちょっと広いですね。ちょっと広い。そうすると、いい感じって、いい感じって書いてますね。いい感じ、はてなみたいになった。いい感じっていう感じで、いい感じびっくりマークっていう感じで、ね、電子は流れていくんですよ。だから、広ければ広いほど通りやすいんで、ね、それは1立方、ごめんなさい、1平方メーターよか、100平方メーターの方が通りやすいよ。なんで抵抗っていうのは減るんですよ。で逆に、じゃあね、邪魔は邪魔でも、邪魔の長さも必要ですよね。例えば、こういう抵抗と、こういう抵抗を比べたとき、長さ L と、長さ 2L で考えると、やっぱ 2L の方が邪魔っすよね。ね、電子ってか、陽子の、その立ちはだかりが多いんで、やっぱ邪魔なんですよ。だから、R っていう風なのね。R っていう風なのは、L が長ければ長いほど大きくなる。っていうので、まあ、その比例定数の ローっていうのが、抵抗率って言われるんですね。大丈夫でしょうか。はい、そうしますと、じゃあここのね、断面積を S。それからここの長さを L としましょうか。あ、ごめんなさい。そうしますと、結局ね、長ければ長いほど邪魔で、広ければ広いほど通りやすいと。なので電気抵抗はこういう風に示されます。まあ、よく考えれば当たり前の式なんで、抵抗率ローっていう言葉だけ覚えておけば、まあ、そんなに難しいことではないと思います。で、重分熱ですね。位置エネルギーが熱エネルギーに変化する。普段の力学の世界では、位置エネルギーは、運動エネルギーに変化しますよね。まあ、ただ今回は位置エネルギーが熱エネルギーに変化すると。そういう風に押さえてください。そうしますと、ここの電圧を V ボルトとすると、上りスロープ、下りスロープ、同じ高さで V ボルト。ね。じゃあ、ここを流れる電気量っていうのは、T 秒間の場合っていうのは IT でしょ？ね。1秒間に流れる電気量かける T 秒間ってね。電流かける時間で電気量が求まります。はい。ということで、電荷かける高さ。これが結局、位置エネルギーでしたね。大丈夫ですか？一応復習ですが、QV っていうのが位置エネルギーでしたね。Q というのが電気量。V っていうのが電位です。ということで、電荷かける電位差。電位っていうのが位置エネルギーでしょ？位置エネルギーでしょ？そうすると、電位、ごめんなさい。電荷かける、電荷って電気量ね。電気量かける電位差っていうのが位置エネルギーなんです。で、その位置エネルギーを持った電気量たちが、よいしょーって落っこちてくるでしょ？で、その落っこちてくる過程で、まず位置エネルギー失うじゃないですか。で、位置エネルギー失った代わりに何エネルギーに変化するんかって思ったら、それは ITV ジュールの熱エネルギーなんですね。覚えてますか？エネルギーの単位ジュールね。ITV ジュールの熱エネルギーなんです。という感じでこれがジュールですね。はい。じゃあ、電力量って話をしていこう。さっきジュール熱っていう、ジュール熱だから言っちゃえば、こういう位置エネルギー持ったやつが落っこちてくるから、ね、位置エネルギーの分だけ熱発生しますよって、それだけですよ。じゃあ、電力量って何ですかっていうと、電源や電流がある時間内にする仕事の量です。これどういうことかっていうと、ジュール熱と同じもんやと思ってください。で、ちょ、ごめんなさい。電力量、僕もね、あんま深くは認識できてないんですけど、ちょっと一応僕なりに説明しておきますね。間違ってたら言ってください。多分合ってると思うけど、この抵抗でさ、熱発生するじゃん。ウィーって。で、この熱って意味なく、ね、なんか、何の意味もなく、熱発生させてたら、それは、暖房ですよね。暖房ですよ。ヒーターですよね、ただの。じゃなくて、熱エネルギーってのは、ちゃんとしたところに使われるんですよ。だから、この熱エネルギーを使って、運動エネルギー作ったり、音エネルギー作ったり、光エネルギー作ったり、要するにこのジュール熱を使って、なんか別なことするんでしょ。だから、この位置エネルギーが、ジュール熱に変換されて、そのジュール熱は即座に電力量になると思ってください。要するに、電流がした仕事になるんだって。いいですか？だから、位置エネルギーが、ジュール熱、熱エネルギーになって、それを使って仕事をするんだって思ってください。なんで、位置エネルギーと熱エネルギーは一緒だし、熱エネルギーと仕事ってのは一緒なんですよ。だから、ここの関係を押さえておくといいと思います。はい。でね、さっき電力量やったんだけど、電力ね、今度。電力っていうのは、電源や電流が単位時間、1秒間にする仕事のことを言います。単位時間にする仕事のことは、別名仕事率というふうに呼ばれますんで、そこを押さえておくといいと思います。そうすると、T 秒間でさっき電力量が ITV ジュールとね、位置エネルギーが IT、よく言うて。位置エネルギーが ITV ジュール。そのため、ジュール熱、熱エネルギーは ITV ジュール。同じね。なんで、電力量っていうのも ITV ジュールって受け継がれてったんですよ。まあ、エネルギー損失ないと考えましょうね。で、それの1秒換算なんで、これって T で割ればいいだけじゃないですか。で、T 消せばいいんですよ。で、そうすると、これ、Watt っていう風に呼ぶんですけど、Watt っていうのは、ジュール割るセカンドですね。ジュールパーセカンドです。なんかこの単位の、漢字も覚えておいてほしいんですけど、とにかく電力っていうのは
ワットね。ワットなんですが、それってのは1秒間のジュールなんです。だからジュールパーセカンドね。ここの単位の漢字も覚えておくといいと思います。これ、上と下書いてること一緒ね。という感じで、ね。ちょっと難しいこと言いましたけど、1秒間で発生するジュール熱っていうのが仕事量なんですよ。だって1秒間で発生するジュール熱を使って何か仕事をするんでしょ？もう一回言うよ。1秒間に発生するジュール熱を使って何か仕事をするんでしょ？だからこれって仕事量なんですよ。だから1秒間に発生するジュール熱、もしくは1秒間で損失される位置エネルギーっていうふうに思えば電力は一瞬で出ます。いいですか？っていう感じで、さっきの図に戻りますが、位置エネルギーが熱エネルギーに変化するんでしょ。で、この熱エネルギーを使って仕事するんでしょ。ね。だからこのステップ1、位置エネルギー損失。ステップ2、熱エネルギーになるぜ。ステップ3、それを使って仕事するぜ。っていう感じですから、1秒間でここに流れる電気量ってあるじゃん。一番最初の定義戻ってよ。電気量ってのは1秒間で換算すると電流なんです。だから、ここで損失される位置エネルギーってそのまま仕事になるんで、それ電力なんですよ。じゃあ、まあ、I クーロンの、だって電流ってさっき言ったようにクーロンパーセカンドだからね。それ1秒間やったらまあ、I クーロンでいいやん。I クーロン。I クーロンの電荷が V ボルト、位置エネルギーを損失するんで、電力っていうのは IV。超簡単でしょ。だから、こういう因果関係をしっかり理解しながら、やっていくといいと思います。で、こういうのを抜けちゃってると、公式、丸暗記みたいな感じになってしまいますんで、良ければですね、細川 JP の高校、なんか物理教室っていうチャンネルとかね、なぎらアカデミーっていうチャンネルで、めちゃくちゃわかりやすい高校物理の解説が載ってますんで、僕の動画と合わせて見ていただければいいかな、というふうに思います。それでは、終わりましょう。